はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は物販と直接的に関係がないじゃない話なんですけれども、私が物販を円滑に遂行していくために最も大切だと考えている適度な運動と食事について話をさせていただきます。運動っていうのは、我々が例えばマーティン・セリグマンの学習性無力感とかをちょっと見聞きした方はご存知だと思うんですけど、なんかよくわかんないけれども無気力になっちゃうだとか、なんかよくわかんないけれども新しいことをやろうとしている時に好戦的にと言いますか、前向きに進めないとか、そういった状況に至ったり、なんか妙に悲観的になっちゃう、ネガティブになっちゃうっていう時に、非常に有益な即効性のある誰でもできることなんですよね。やっぱり物販っていうのは、どん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 ね、自分が今までやってないことをやってくる、商品数も増えてくるし、 OEM だとか ODM だとか、まあそういったビジネスの展開を目的として進んでいくので、常にある種挑戦的でなければいけないと思うんですが、その際に躊躇して、悲観的になって、多責にして、で、無気力になってってなっちゃうと、もう本当に商売上がったりになってしまうんですね。そういう状態を、まず誰でも簡単に防げるものっていうのが、運動なんじゃないかなっていうふうに思います。次に、食事のことなんです。私は外食ってほとんどしなくって、家で簡単な料理っていうのを自炊してるんですけれども、それは PFC バランスと呼ばれる、プロテイン、ファット、カーボン、要するに、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスっていうのを何グラム取ってるかっていうのを計算しやすいからなんですよね。やっぱりその筋トレに付随した食生活をしっかりと摂取するっていうことが大切だと思います。自分は例えばこれ自分の考え方というか自分の体感的なものなんですけど、コンビニの弁当をたくさん食べるとなんか体がどんよりしやすいし、お菓子とか砂糖とかそういったものを食べ過ぎてやっぱりなんか、頭がぼーっとしやすいし、そういうことを経験で感じているので、食生活に関してはなるべく例えば鶏の胸肉買ってきて自分で調理する、何が入ってるか分かってるようなものを食べるっていう、自分で作ってっていうことを心がけてはいるものの、それだけだとやっぱり筋肉量っていうのが落ちてきちゃう。もっと筋肉つけたいんですよ。だからその時何を取るかって言ったら、こういったプロテイン関係なんですね。で、自分が今まで経験上こういう取り方が一番体として体感があるっていうのが、2種類のプロテインを混ぜて飲む方法なんですよ。で、私がメインで飲んでいるというか一番まあ信頼しているプロテインの一つが、これ北島達也さんという、 YouTube でも結構ね、北島達也ボディービルとか北島達也で検索していただくと出てくる方なんですけれども、北島達也さんが監修しているアルティメットプロテインライトってものですね。アルティメットプロテインは高価なものなんですけど、それよりも一段階安価なアルティメットプロテインライトっていうのをメインのプロテインとして取ってて、これにアルティメットプロテインライトに基本的にはシンサ6というこれプロテイン、アイハーブというまあアメリカのサイトといいますか、そこから安く買っているプロテインです。初めてクッキー&クリームっていうのを初めて買ったんですが、今まではバナナ味だとかストロベリー味っていうのを買って、こっちとこっち、シンサ6とアルティメットプロテインライトを混ぜて飲んでました。なのでこれがメインのプロテイン2種類を混ぜ混ぜで飲む、あとこれにプラスクレアチンをちょっと混ぜたりはするんですけど、まあこの2つっていうのを飲んでます。やっぱり筋肉を壊して再生するっていう作業を体が行うわけなので、免疫力っていうのが結構下がっちゃう、で風邪をひきやすくなってしまうんですよね。で、免疫力を高めるためにこのグルタミンっていうのを別途トレーニングをした後に1錠飲むっていうこと、今ワンカプセルですけどっていうのを行っています。で、あとですね、やっぱりお野菜が足りなくなったりだとかして、ビタミンミネラルの不足に対処するという意味で、特にこれ食物繊維の細かい粉なんですけれども、カリフォルニアゴールドニュートリションっていうところの、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、スピルリナっていうものを買ってます。今までは日本の薬局で買ってたんですけど、日本のスピルリナってめちゃめちゃ高いんですよ。なのでこういったものっていうのも、まあ大体ね、このサプリメント関係っていうのはアイハーブというサイトから、ここの動画の下にも一応リンク貼っておきますけど、こういったサプリメントを購入しているっていうことです。で、あとはこれに関してはね、日本のそこら辺の薬局で売っているディアナチュラのマルチビタミン&ミネラルですね。で、我々の健康を害する一番の要因はミネラル不足だなんておっしゃってる方もいるぐらいで、で、ミネラルウォーターとかも売ってますけれども、どちらかというと硬水って呼ばれるミネラル分が多いものですよね。そういったものっていうのはあんまなかなか売ってないし高いんですね。だから基本的にマルチビタミン&ミネラルっていうのは、まあ、ちょっとこのスピルリナの食物繊維と似てるところもあるんですけれども、
ども、やっぱり錠剤として補給しているっていうことです。こんな感じでね、食生活っていうのは自炊するプラスこういったものをちょっとトレーニングと関係しているものですけれども、関連付けてこういったものを摂取しているという流れです。要するに物販だけ頑張ってりゃ物販が良くなるってわけじゃなくて、で我々の人生レベルで自分自身を俯瞰視観してみて一つ一つ原因かなって思ってる部分を改善していくっていうことが大切だと思いますし、やっぱり我々っていうのはあれがいけない彼がいけないっていう自分以外の何かのせいにしたりだとか、あとはやっぱり自分自身に対して悲観的になってしまったりだとかすることをまずは排除していくことっていうのが、それが自分自身の物販をだけでなく人生レベルで自分自身の理想、自分らしい自分、自分の居場所っていうのを追求していく際には不可欠なことだと思ってます。ですからこういった筋トレとか、あとは食生活についてもこの動画を通して少しでも刺激になればなと、ご参考になればなと思い、今回このように撮らさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。もしこちらの動画参考になりましたら、高評価チャンネル登録の方お願いいたします。では失礼いたします。